こんにちは、宇治天然温泉源氏の湯候補の玉井です。今日はですね、平昌オリンピック、スペシャル料理ということで、当店メニアが2月9日から25日までね、出しているスペシャル料理、金銀銅メダル、に対応した料理を出しているんですけど、その中で、ドライカレーゴールですね、この金メダルナンバーワンの商品、紹介しようと思います。こちらにありますね、こちらですね、10種類のスパイスを入れたスパイスカレーの商品となっています。早速食べてみたいと思いますね。ちょっと潰してみますね。あ、いいですね。卵が上に乗ってます。それを潰して、あ、スパイスの香りがいいですね。なんかスパイス10種類ぐらい使ってみたいですね。スパイスカレーになります。それでこうやって潰して、やっぱこの金がねゴールですよね。ナンバーワンにふさわしい。あ、いいですね。じゃあちょっと食べてみたいと思います。いただきます。え、美味しい。あのね、やっぱスパイス効いてますね。でもこう辛すぎるってわけでもなく、やっぱスパイスの香りがこう生卵と結構まろやかになってね、すごい食べやすいですね。あとご飯だけじゃなくて、このねサイドの野菜とかと絡めるとやっぱ食感が美味しいですね。うん。あとね、その中に入ってミンチが入ってるんですけど、普通は鶏とか牛なんですけどね、特別に豚を使ってるみたいですね。なんでそのちょっと一味違うところを楽しんでいただきたいと思います。失礼いたします。